大黒食品工場、大黒軒味噌ラーメン。揚げ麺に液体スープと火薬がついています。麺は中太の丸断面でやや気泡感がありますが、香ばしい匂いがあり食欲を誘います。スープは塩分がかなり強いです。液体スープを使っているだけあって味に重厚感があり安っぽさがありません。同価格帯の粉末スープの製品と比べても格が違う印象があります。ニンニクの香りが結構強く出ており存在感のある味になっています。具は肉はないものの野菜の種類が多くて退屈しません。外観や先入観からあまり期待せずに食べたのですが、意外に良かったという印象を持ちました。